はい、それじゃ始めましょう。久しぶりに、新キャラクター、作りました。ドラゴンボーンの運命は、そこら辺に投げ捨てまして。今回は、賊に襲われた、キャラバンの生き残り一般人、という設定です。シャウトをしたり、ウェアウルフになったり、できるわけがない。じゃあ、何をするのか、ですが。もうバニラの大きなクエストは、大体やり尽くしているので、ファルスカーという、クエストモッドを、遊んでみようと思います。と言っても、すぐには向かわず、しばらくスカイリムにて、戦えるだけの力を、準備してからになります。完結戦地帯で、門なしで放り出された、クソ雑魚なメクジなので、今は狼一匹すら、噛み殺される自信があります。さて、普通にプレイするのも、またオツなのですが、せっかくなので、縛りプレイに、挑戦してみます。今回の縛りは、こちら。正当防衛なスカイリム、です。簡単に言えば、回復及び、防御スキルに絞って、戦っていこうというものです。じゃ細かいルール説明をば。今回の縛りで、使えるスキルは、この3つだけです。これは楽勝やな。シャウトやらなんやら、スキルに干渉しない攻撃能力も、大体禁止です。しかし、攻撃してはいけないわけではなく、攻撃用の回復魔法や、シールドバッシュは、OK とします。あ、話術に関しては、取引以外禁止です。物の売り買い以外で、説得や脅しは、原則禁止します。大体お金で解決できるし、多少はね。二つ、すべての薬アイテム、料理及び、注射は禁止とする。回復と防御スキルを使っておいて、回復アイテムに頼るなんてとんでもない。そんな理屈ですね。ただし、ファルスカーの内容がわからないので、クエスト進行のためにどうしても、という場合は、例外とします。とりあえず、この二つくらいですかね。さて、あまり説明ばかりでも、退屈なので、早速冒険の方を、進めていきましょう。他に説明することがあれば、適宜ねじ込んでいきますね。差し当たって、今回の目標は、ご覧の3本立てです。不需や錬金で、装備や耐性を、強化できないのはもちろんのこと。重装スキルや、軽装スキルもダメなやつなので、物理も属性も、耐性がガバガバなのです。よって、金を稼ぎ、適当な盾をこしらえ、マーラのカップリングマラソンに、勤しむことで、魔法耐性、15% を獲得しつつ、戦闘の基盤を、整えようと、企てております。いいところに、結婚式に向かう、貴族ご一行を発見しました。上等な服を着ている人は、なかなか馬味の宝石をドロップする、ボーナスモンスターですので、うまいこと巨人をなすりつけて、なんとかハイエナ行為をしたいところ。この巨人たちは、接触しても、ブチギレないタイプのようです。スキルに干渉しないとはいえ、すでによる攻撃も、当然アウト。今回は潔く諦めましょう。それでは、スカイリム金作の名所、カイネスグローブにて、ちっとも役に立たなかった、巨人どもの代わりに、鉱脈を殴っていきましょう。ツルハシも、カテゴリーは片手武器ですが、所持した状態で、鉱脈をチェックすれば、装備することなく、カンカンできますぞ。だからなんだよって声が聞こえてきます。んじゃ、残りは8倍速で流します。ちなみにですが、カイネスグローブの鉱山を、きっちり掘り尽くすと、全部で21個の鉱石が手に入るようです。クジャク鉱石の価格は、1つ30ゴールドなので、この鉱山だけで、630ゴールド、稼げる計算になります。掘り出したものは全て書いてる。合ってた。わかった。序盤は、話術スキルもくっそ低いので、基本価格の3倍ほど吹っかけられるのも、よくあることです。また、各地のマーキングに馬車を雇うのも、割と大事です。
道中、危ない敵と遭遇する危険がややありますからね。乗ってかい。どこに行きたい？腐り切った町まで。さあ来い、出発しよう。衛兵がゆすりたかりをする。スカイリムで1、2を争うクソみたいな町ですが、商用的な機能面では何かと便利ですね。止まれ。リフテンに入りたいのなら訪問者税を払ってもらう。話術スキルは無駄に上げたくないので、金一封渡して差し上げろ。取引ができて光栄だ。さあ、門を開けるよ。町へ迎えるようにな。話してる時間はない。何かをくすねたり裏切ったりしたら殺してやる。本気だぞ。突然、懐に臭そうな鎧を押し込まれました。質に入れるには、もってこいの一品ですが、持ち主が気の毒なので、ここに置いていきましょう。他人の持ち物を猫ババしない、マーラの人の鏡ですね。誰か走っていかなかったか。あ、狼に追われながら、お疲れ様です。よし、助かるよ。あの野郎、俺のものを盗んだんだ。だが、捕まえてやる。お探しの鎧は、こちらにありますが。ああ、行ってしまいましたね。まあいいや。あとは衛兵が何とかしてくれるでしょ。マーラの人は、人のものを横領しないのである。そうそう、会場も、言うまでもなく禁止です。どうしても開けたい鍵があったら、石碑パワーで何とかしましょう。鍵のすり取りを、クエストで強要されたら、またその時考えましょうかね。はい、そんなこんなで、マーラ聖堂に、到着しました。早速、マーラ信者のふりをして、クエストを受注しますぞ。聖女マーラはあなたに慈悲をかけてくださるわ。マーラは私に一つのイメージを示してくださったわ。若い女性、少女と言ってもいいくらい。彼女の気まぐれな愛は変わらなければ。イバルステッドの村。女性の名はファストレッド。女神はこの祈りを聞き、お月の者に話を伝えたわ。彼女が自分の進むべき道を悟ったら、ここに戻っていらっしゃい。あなたのためにマーラにお願いしてみましょう。こんな具合で、恋に悩める人たちを適当に導くという内容です。お出かけの前に、せめて呪文の一つくらい、買えないものでしょうかね。それで、なけなしの小銭で買った魔法は、一つだけでした。回復魔法、神秘の風。いつぞやも、使っていたような気がしますが。狼にお尻を噛まれても、スタミナを回復に回せるため。ないよりはマシ、でしょう。なお、スキル経験値は、くっそスズメの涙です。ひどい日本語の使い方をするほどに、しょうもないってこったー。さて、一人目のお悩み相談は、イバルステッドにて聞けます。内容的には、全部カットしても、差し支えないので。リフテン、イバルステッド間の、マラソンを垂れ流しても、仕方ないと言えばそうなのですが、序盤くらいは、狼と戯れるのも、いいかなと思った次第。そんなことを言っている場合でなく、これは命の危機ですね。誰か助けてくれ。それは私のセリフだ。俺の獲物だ。それはあんたのセリフだ。いいぞ、さすが銀龍詩人、四本足もなんのその。ここまでは、絶対に攻撃しないシリーズと、大差ないですね。もうちょっとお金を稼いで、盾を購入したいのう。そうそう、今更ですが、インターフェースと変えています。利便性よりは、気分転換のためですね。PC 版のドバキンにとっては、むしろ見慣れた画面かもしれませんね。無事、イバルステッドに到着。リフテンから、街道沿いに走ると、割と近いと思った。本題の、恋愛相談については、男なら誰でもいい、ファストレッドに。階段で階段中の、ハゲを消しかけるだけです。ファストレッド、話があるんだ。クリメク？一体何なの？イバルステッドを離れてもらいたくない。どうして？だって、あんたがいなくなったら寂しいからな。魚釣りのことしか頭にないと思っていたわ。うまい魚も一人で食ったら味気ないだろ。ああ、クリメク。めでたく、
ハゲと芋娘が結ばれました。次は、マルカルスの、カルセルモなのですが、盾が欲しくなったので、バリマンド様から、1枚購入することに。ちなみに、軽装と重装、2種類ありますが、いずれにしても、スキル経験値は、防御しか入りません。なので、防御値の高い、重装の盾を使っておけば、間違いはないでしょう。盾をこのタイミングで購入した、最大の理由ですが、マルカルス、初回訪問時の襲撃イベントを、食い止めるためですね。このおっさんは、いくら殴っても、懸賞金がつきません。放っておくと、おばさんが一人、ブスッと行かれてしまうため、一回殴って、あとは衛兵に、始末してもらうのが、楽ちんでいいですね。ありがとう。これは自分の姉妹にと思っていたんだけど、あなたが持つべきだと思う。どうぞ受け取ってね。助ければ、エメラルドの、銀のネックレスをいただけます。どうせなら現金でおなしゃす。さて、カルセルモのジジイには、少々お金がかかります。具体的には、告白用のポエムに、200ゴールド、です。序盤では大金ですが、ネックレスでペイできる金額なのが、救いですね。マルカルスの市長に何かご用？あなたにご用です。ヒゲクマポエムが炸裂。まあ、素敵。カルセルモが私のこと書いてくれたの。そんな気持ち、全然気づかなかったわ。あとは、思春期真っ最中のジジイを、見守るだけですね。汚いヒゲに、感謝しなきゃね。じゃ帰りましょ。最後は、死後も愛し合う、夫婦の引き合わせ依頼です。おまけとして、マーラのアミュレットを、タダでくれちゃいます。回復魔法のコストが、1割カットされる、ナイスなアクセサリーなので、当分、お世話になることでしょう。別に結婚したいわけじゃないです。スカイリムだと、勘違いされそうで困っちゃいますね。最後の夫婦は、ホワイトラン西の、平原におわします。普段なら、どうということもない道のりですが、こういう時に限って、狼に出くわす、隙のなさ。戦闘に関しては、ワイルドキャットを、導入しております。難易度レジェンダリーで、火ダメよダメともに、ノーマルの4倍になっているほか、負傷したり、転倒したりと、なかなか変化のある戦いを、楽しめることでしょう。ついでに、戦闘関連の、モッドを添えておきます。モータルエネミーズは、敵の理不尽な超エイムを、いくらか緩和してくれる、いいモッドだと思います。プレイヤーも、旋回速度や移動スピードがやや低下するようです。戦闘の駆け引きをより楽しみたいならおすすめですね。狼の花を鉄盾でバンバン殴っていたところ、スタミナも間近もやべえ感じなのにワンワンうるさくなってまいりました。こういう緊急時にはノルド固有のバトルくらいがくっそ便利です。夫婦ですが、妻と夫、それぞれ話すだけの、簡単なお仕事です。くっそ薄味の内容なので、その間に、バトルクライについて、少し語りますか。バトルクライは、ノルド固有のパワーでして、皇帝の声と比べて、性能が微妙に違います。30秒と、時間は短いものの、人間以外の敵にも、効き目があるので、皇帝の声よりも、汎用性があると言えます。しかし、恐怖状態で敵が逃げるという性質上、バトルクライにおいては、追撃のチャンスが、いくらか少なくなりがちです。とにかく助かりたい、そんな考えから、バトルクライを、チョイスしましたとさ。アーラの祝福を持ってお行きなさい。この地方全体が、彼女の栄光で輝くように。無事、マーラの使徒を獲得。これでようやく、冒険のスタートラインに立てたって感じですね。今後の見通しですが、大雑把に言えば、こうなります。序盤は、選択肢が膨大で、何をするか悩みますね。できれば、優しめで、報酬がうま味のクエストを、こなしていきたいところですが、大学クエストも、
ある程度進めなければなりません。というのも、回復魔法の達人クエストを受けるには、大学クエスト全員までクリアする必要があるからですね。そうした事情もあるからして、しばし大学に身を置き、ついでに経験値とお金を稼ぐのが合理的でしょう。おまけに、大学に入れば魔法が2つ、ただ同然で手に入りますしね。回復魔法に精進した者にとって、治癒の手の呪文は非常に重要です。私に向かって放てますか？あなたの力を見せてください。ファラルダさんから治癒の手を端した金でいただきまして。そうね。もしあなたが使いこなせると思うのであれば、30ゴールドで喜んで渡してあげるわ。お店で買うと、まあまあするんですが、助かります。素晴らしいですね。すんばらしいことに、魔術師用のローブまでもらえちゃいます。ローブは、破壊魔法コストカットですが、間近回復がついているので、贅沢は言えません。そして、ジジイの講義で、最低ランクのシールドスペルを、覚えさせられます。あまり出番はないでしょうが、どんな強烈な魔法でも、一発だけなら防げるので、ワンチャン出番があるかも。とまあ、そんなこんなで、最初の授業まで、完了でございます。このままサールザルに突っ込むと、道中のドラウグルに殴り殺される事案が高確率で発生します。できることなら、コレットさんから魔法を仕入れたいところですが、そんな金あるわけないだろ、いい加減にしろ、という、すってんてん一歩手前の財政なんです。むしろ、サールザルで集めたアイテムをさばいて、コレットさんから魔法を買うつもりなので、サールザルは、貧しい状態で突破しなければなりません。サブクエストとカマキ割りで小銭稼ぎするのは、面倒くさいんです。よって、次回はサールザル突破に必要な、アイテムを取って、後に攻略、といった流れですね。じゃ、今回はこんなところにしましょうか。ご視聴、ありがとうございました。